はい、というわけでミツハニーの色違い孵化厳選してたんですけど、生まれたんですよね、色違いが。まあ案の定な性別だったわけですが、ですがまあこれをねチャンスにしていこうということで、今回ミツハニー一人旅やらせていただきます。この時点でそう、ポケモンセンターに入った時点でポケモンホームを駆使することでミツハニーの輸送に成功しました。なのでじゃあ早速行こうぜ。ほら来たよ、ボスの風格漂ってんよあいつ。そう、ポケモンのタイプ相性に感動する男ホップ、割と何でも褒めてくれる男ホップ。何それ。1年に1度チャンピオンに挑戦する権利をかけて戦う大会。そう考えたらこいつらわずか1年でチャンピオン級に強くなるって考えたらやべえよな。ほんと強くなったもんだぜ。今回の冒険におけるホップくんの強さはいかほどのものか、私が初期の手持ちで何を選んだのかは実際に戦った時の楽しみとしよう。お兄さん、こっから見えんね、博士の家豪華だな。なんかあれだな、目には優しくねえな、結構派手好きっすね、こうしてみると。さあ、お、いるじゃん。おい村人。はい、村人です、どうも。田舎者です、どうも。ポケモンの捕まえ方を、あ、こんにちは。今から教えよう。チャンピオン直々に。もう持ってるんだけどな。はい。ですが今回は、カバーし合う味方もいません。かわいい。ここで色違いとか出てくんのかな?すーげー勢いよく投げる。チャンピオンスタイルだぜ。ん?チャンピオンスタイル?おい。いや、無限ダイナのシーンとかは割と不発で有名ですが、お前この頃からチャンピオンタイムしてたのかよ。これ入らねえからな、マジ。これ教え方としてはどうなんだろうね。やっぱり一回ぐらい攻撃して削った方が良かったのではないかな。というか、ダンで統一までここから使えるんじゃね?やったぜ。はい、というわけで、こんにちは。面白いように捕まるぜ。イエーイ。そうだね。あれ、弱らせたら捕まえやすくなるって文字説明あったっけ?ちょっと久しぶりのダンデさんに興奮してしまってね。編集の私、フォロー頼むぜ。では、早速戦いましょうか。目の前にいるお前がターゲットだ。記念すべき初戦、狩らせていただきますよ。悪タイプか、余裕ですね。いざ行かん、ミツハニー。色違い。この演出もめんどくさくなってくるんだろうか。いきなりレベル6ってやばくね。しかしこのミツハニー、特性は張り切り。1.5 倍の超火力があなたを襲う。虫食い。早いな。おお、尻尾を振って命乞いですか。しかし我が蜂の前にその行為は無意味と言っていい。突撃。あれ?やばくね。袋叩きかっこ一体急所でこれ問題ないぜ。引き続き、おい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 、初戦だぞ、記念すべき初戦なんだぞお前。袋叩きでよかったよ、虫食い。俺こいつとは分かり合えないかもしれない。大丈夫大丈夫、クスネはナメップしてる、接待してくれてる、よかった。クスネでよかった。これ体当たりでも飛んできたらもう終わってるぞこれ。よし、次の一撃で終わりにしてやるよ、虫食い。おいちょっと待って。慌てて8円、やべえ、うまい棒買えない。まさかこんなことになるとはな。私もう今左のロトムみたいな顔してますよ、わし。はい。こいつはやべえな。まあ、しかし今のはお相手が強すぎたんだな。はい。いや、傷薬の問題じゃねえんだよ。ワンパンされたからな、ほぼほぼ。いや、
傷薬を買っていたら耐えたかもしれない。ちょっと待って、ここ木の宮さんなんすよ。やったぜ。つうかお金めっちゃ持ってんな。最近の主人公は金持ちね。じゃあ392個買うぜ。よし、これでとりあえず持たせておけば、あとあれだよ、道中でわざわざポケモンセンターに戻らずともちびちび回復する。この392個のオレンの実が果たしてなくなるのかどうかも見ものだな。まあ要所要所冒険はカットされるわけですが、オレンの実の残り個数ぐらいはチェックするかもな。なくなるまでは補充はしません。次の相手はお前だ。まあさっきのクスネはちょっとな、強すぎた。レベル6ですよ、強すぎた。まあですが、まあ、このリスぐらいなら、まあ、ユナイトにおいて大暴れになってるようですが、レベル5、さっきよりちょっと強いか。だが問題ね、虫食い。また尻尾振っちゃって、まあ。可愛らしい。だがしかし容赦はしない。うれ。うせやろ、これ。また8円失ったし。お前小銭いつも5円玉1枚と1円玉3枚かよ。また来たよこの子みたいな。新人にしてもちょっともうちょっと教えてあげた方がいいんじゃないかなと、ジョイさんも心配の目でこちらを見つめていますね。こまめに来てくださいねって。いやめっちゃこまめに来てますよ。マジか。正直ここまでノーカットでいけそうな展開なんですが、ちょっとどうやら あっちはレベルが高すぎる。あれはもう石英高原なんですよね。うん、チャンピオンロードです、あそこ。なのでちょっと一番道路に帰ってきました。一番道路でなら勝てるでしょう。あ、来た。さっきは世話になったな。今度は負けねえ。どうせ袋叩きしか覚えてねえんだろ。レベル3、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 4、余裕っすよ。虫食いで潰してやんよ。みんな尻尾振ってくれて本当ありがとうな。この1段なかったら終わってるかもしんねえから本当ありがてえんだわ。虫食い、うれ。マジかよ。いや待て待て、大丈夫だ、レベル4だぜ。ほらほらほら、さすがにね、やっと勝てる日が来たようだ。えらい、やっとやる気見せたね三ツ兄。やっと強くなれるんだ。レベル3になりました。ステータスが 1.5 倍です。爆増だ。ってことは火力も 1.5 倍ではもう負ける気しないぜ。そう、こういう時にわざわざ戻らずともオレンの実なんですが、まあ体力4しか減ってねえし大丈夫だろ。お、またいたぜ。最初のこの草むらに悪タイプを置いてくれなんて、ゲーフリはミツハニー縛りを想定していたようですね。ここがお前の生きる道さ。では虫食いで今度は角位置取っちゃおうかな。効かないね。なんだかんだ卵の源泉個体なんで強いっすよ。そこら辺のノラとは一味も二味も違う。うめえ。ぶっ壊れアイテムじゃんこれも。あざっす。超強い。俺は言った。でもさ、張り切りって逆を言うとどんな状況からでも負け筋が残るとも言えるんだよな。そういうところはちょっと怖えが。よし、さらにステータス 1.5 倍。もう負けねえな。じゃあリベンジで行こうぜ。こんにちは、戻ってきたぞ。ここからとかいう最強の敵いるんで。クスネはどこ行った。あいつを潰すまで私の冒険は始まらねえんだ。いた。潰しまーす。レベル6のクスネ出てこい。レベル7かもしれない。さっきミツハに倒してレベル上がっただろ。ん、お前じゃねえ、お前に用はねえな。お前では相手にならねえ。俺より強いクスネに会いに行く。あ、引っかかった。お、親戚の猫じゃん、かわいい。でもなんか二足歩行よりもこうもうちょっとあざとい、あの四足歩行のポーズが良かったかな、という怒りを込めて虫食いだ。ほぼ猫魂、いい技をお持ちで。しかししかし、不一致の技なんて、こっちとら、張り切りタイプ一致ぞ。強い。本当に強くなっちまったな。これならもうトレーナーも勝てるんじゃないですかね。すんごい勢いでレベル上がっていくんだけど。
これはもう負ける気しませんね。じゃあオレンの実を持たせて使ってよし、トレーナーだ。おやべえぞ三葉兄、お前死ぬぞ。ここから三兄弟ですよ、気をつけようね。お、短パン小僧というかこれもう短パン少年というか、うん、なんだろう、短パン貴族ですよこいつ。イケメンすぎる、可愛すぎるんで。では初のトレーナー戦ですね、よろしくお願いします。さあ勝負だ。元君、星ガレース君にも借りがあったな。ではやってやるぜ。虫食い、こちらの方が上を取った。おれ上取ったら超強いんだよな。なんだかんだ意外とテンポよく進むのでは。風起こし、パサー、やるやん。三葉兄って他に技を覚えたっけな、楽しみにしようぜ。よし、強いトレーナーだってよ、見る目があるな。お、クスネじゃん。あ、ワンパチだ、かわいい。ワパワパ、犬ぬわん。お前レベル6か。レベル6のクスネなら容赦しない。さっきの恨みを晴らしてやるんだ。あるいは7か。見つけた。絶対こいつだよ、さっきの答えは。よってぶちのめす。せっか、何かしたか。まあ当たらない。こういうこともある。こういうこともある。せっか、虫食い、まあこういうこともある。嫌な予感してきてる、気のせいだって。虫食い、おれなんだかんだやっぱ強えので、やるにしてもレベル1とかのハンデってかなり重いんすね、こうしてみると。さあそれでは推薦状をかけたホップ君との戦いでございます。ギャラリーもいるぞ。よろしくお願いします。さあお相手の手持ちは何体だ、この時点もう3体いるのか。早いなお前だが、ま、こちらは美しく輝く一体だ。なんでさ、見てる色違いだよ、ちょっとは強くなったのか。おお、見せてやるぞ。では虫食い、ガブリンチョウ、ールーは一撃で粉砕できる。モフモフじゃねえのかな、強いぜ。意外とテンポよく進むぜこれ、本当にどんどん強くなる。ここからレベル5、問題ないね。ナム、まずいぞ。つうかここからやべえな、緊張感はやばいな。虫食い、今一つだろうがぶち抜く火力ってのがあるのさ、このミツハニーにはよ。自覚ある、強くね、三つ葉に最強伝説ですよこれ。もう後がないんだぜ。そのメッソンに三つ葉にを抜くだけの速さがあると思っているのか。クックック、当たれば強い。三立て始まったな、三つ葉に。経験値はいただいていくぜ。これから末永くよろしくな。さあいよいよジムチャレンジが始まります。私の番号はミツバチの328番、いりしだろう。そしてここから先ちょっとした紹介があるわけだよな。私のまあ直感的な感想を述べさせていただくぞ。真顔のピカチュウ、こんにちは。まだ見ぬライバルたちってやつだな。レディース&ジェントルメン、どうもローズさん、手ごわそうだなこいつは。本当にお待たせしましたね、本当にお待ちしましたよ。ここまで冒険43分かかってるからね。お、メッソンとゴンベと他にもいるね。ジムチャレンジ、8人のジムリーダーに勝ち。
8個のジムバッジを集めたすんごいポケモントレーナーだけが最強のチャンピオンが待つチャンピオンカップに進めます。イエーイ。お、来た。ちょっと鳥肌立ったぞ。来るぞ。おー、強そう。余裕で勝てそう。かじり亀次第か。好き好き。分かってるよお前ら、盛り上がりどころ。まあタイプ的にいけそう。ただ三色パンチが怖いな。よくわからない。うん、怖い。当たったら死ぬ。多分いけそう。自撮りしてるし、一人来ておりませんが、こうしてみるとなんか後半やばそうだな、これ。センターだぜカブさん、やったぜ。さあ、ミツハニーは彼らに打ち勝つことはできるのか。次回へ続く。